耳から学ぶセイクレッドスター理論編第22章オリオン意識よりバイオリオン意識集合体危機物語。冬の星空に最も輝くオリオンの星。ギリシャ神話のオリオンそのものに象徴されるように、オリオンは戦い、パワー、権力の象徴のような働きをもたらすものですけれども、この力というものをいかにしてあなた方の宇宙で発揮できるか、つまり人として生まれた以上、力、実行力、問題解決能力、目標達成能力、計画力、集団組織力、すべて必要です。それらの知恵をオリオンは与えてきたのです。もちろん魂そのものもよく存じております。だからこそオリオンは肉体を持った上でいかにして全てを統合させるか、そのような意識を人々に与えてきたのです。戦略とか戦術、力、全てオリオンの象徴です。男性性そのものと捉えられがちですけれど、女性性の中にも私たちオリオンの意識は植え付けられているのです。生きるために必要な知恵としてオリオンはあなた方に流れ続けているのです。そして願わくは宇宙の断りに従った法則性をあなた方人類種に進化すべきように知恵を与え続けているのです。オリオンとはそのようなところです。あなた方の深層意識に眠るベガの意識とは全く正反対かもしれません。しかし銀河のバランスを考えた時、この個体化された意識というのはあなた方が生きるがゆえに必要なことであり、いかにして固定意識を持つか、エネルギーを最大限に発揮するか、そのテクニックというものはまるっきりベガの意識とは正反対のものではないのです。これも意識エネルギーの集合体、集約体、収束体に過ぎないのです。いかに意識エネルギーを肉体エネルギーを掛け合わせた状態で最大限に発揮するか、そのような能力、いわゆるサイキック能力というもの、それをあなた方人類種に植え付けたのです。ベガやシリウス、プレアデスはインスピレーションに近いところに位置しております。しかしオリオンというのはあなた方の体に密接に作用するように意識波動を重ねているのです。強く働きかけができるように、あなた方の人生をうまく乗り越えられるように。ただこのパワーを間違って使われてしまう、そのような悪い歴史の流れがたくさんございます。人の欲、権力のために、名誉欲のために、集団を組織し戦闘となり人心を惑わしていく、そのように使われたケースもたくさんあります。しかしそれもあなた方人間に与えられたシャドウの側面、そう捉えております。どう使うかはあなた方の自由ということです。オリオンというのは常に中間的立場をとっております。このパワーをどう使うかはあなた方の自由です。しかしながら最も大切なことは、肉体のみならず心と魂のすべてを一つになし、三位一体となった完成された魂を目指してほしいのです。オリオンの意識というのはその中の一つを役割を持って、このサイキックエネルギーの発動力としているのです。人が物事を実現する、行動する、これは私たちオリオンの意識の繁栄なのです。それがなければあなた方は生きてゆけないのです。生存本能というのも私たちの意識です。これは生きるがゆえに必要な情報としてオリオンは与えてきたのです。皆、宇宙は一つ、すべてが一つになり、大きくそれぞれの役割が、つまりベガとオリオン、プレアデスとシリウス、この四極構造が完全球体となり、統制された創造の意志に戻ることを願っているからです。オリオンはその役割を担っているのです。私たちの意識を正しく使ってください。生きる力と勇気を与えるものです。そして
この力を反作用として精神的なエネルギーに転換できるということを理解してください。それはあなた方の体の中に眠るクンダリーニのパワー、眠れる赤い蛇、その炎を次元上昇させるのです。このクンダリーニのエネルギーをあなた方がいかにして使うか。通常はあなた方は物質化次元で使っております。それは生存本能としてやむを得ないこと。しかしこのクンダリーニのパワーはもっとあなたの肉体を変性させ次元上昇させる大いなる力のもとになっているということを理解してください。このオリオンの力はあなた方のご存知の神仏では不動明王にあたります。この力は生きるがゆえに必要なことと理解しておいてください。以上、オリオンの意識からのメッセージでした。